スタジオにしてるところがあるんですけど、そこね、折れるんです。雨漏りがで、ね、天井腐ってるんですよ。でね、だからスタジオの名前はね、スタジオリークってしました。リーク、漏れるという、ね、あのリークするのはあのリークと同じ。はい、ね、あ、まともやったのかな。おいでしょ、はい、管理してください。いいですか？いきます。はい。いや、大祝いでパー出してます。大祝いで。そう。人間のね、脳っていうのは、普段数パーセントしか使ってないそうです。だからこう回路が今あのパー出してしまった人はつながってないだけです。ね、グーなんか前に出すことなんてないですからね。こうイメージしてください。このグーが胸に来るときにパーになって、これがパーがグーになる。こんな言葉でしゃべれない。ゆっくりやればできる。パーになってる人はいませんか？じゃあ早くやってみちゃい。壊れていくって言いますけれども、そうじゃないんですって。70過ぎてもやはり脳細胞作られるそうですから、単にね、それはだんだん、ね、横着になってるどうもそうみたいですね。そうですね、言い訳しないで頑張りましょう。